2024年4月プレゼント企画抽選会さあ待ちに待った抽選会ですが、はい、本当ですね。今ですねビッグイベントを考えてまして、お、あの会議で発表があったあれですね、はい、そうなんですよ。もう少しね先になるんですけど、はい、この私たちがいる静岡市の葵区呉服町、呉服町ってよく考えると呉服の町なんですよね、はい、うん、そうですね、呉服町ですもんね、うん、今ってなかなか服屋さんとか、はい、お着物屋さんとかって減ってしまったかもしれないんですけど、はい、昔はかなりこう多かったそうなんですね、はい、そんな時代の中何かですねこう新たなイベントができないかなと思って、はい、皆さんでお着物で集まっていただけるフェアを開催しようかなって思ってます。素敵、はい、初めてですね、ルシル系グループの中では、うん、こういったきっかけというのも、はい、私先月の個人的にお誕生日でして、はい、その際にあのいつも応援してくださるフォロワー様から、はい、みんなからですね素敵なお着物をいただいたんですね、はい、それをせっかくなので夏になる前にどこかでお披露目もしたいなと思いついたのがこの和のイベントです、はい、あのすごい素敵なお着物ですよね、はい、そうなんですよ、うん、なかなかお着物を着る場所っていうのも限られてきてしまうそうなので、はい、ぜひルシルケアの顧客様の中にも、うん、すごくね皆さんお着物を着られる方も多いので、はい、そうですね、せっかくなので皆さん、うん、あの着て集まっていただきたいっていうのと、うん、お着物を持っていないけど興味があるな、はい、あるじゃないですか。ありますね。よくあの京都とかに行くと、うん、あのお着物のレンタルで街を散策できるみたいな、はい、うん、絶対やります。デートとかもありますよね、はい、こういうのもちょっと考えていて、はい、あの着物レンタルの今のところ検討しております。着れちゃうんですか。そうなんです。わー楽しみ。日に限っては、はい、このルシル系グループのビル一体を使ってティアラフェアを行いたいなと考えていて、はい、こちらのファーストダイヤモンドにも協力していただきます。すごい、はい、結構大規模なフェアですね。そうなんですあのティアラ店内だけだと、はい、ちょっとあのおもてなしが限られてしまいますので、はい、例えば歩行者天国の場所で、はい、ティアラからファーストダイヤモンドまでを貸し切って、うん、そこで着物のちょっと和カフェみたいな感じで、はい、もう屋外でやりますので、うんうん、青空のもと、はい、美味しい有機栽培のお茶を召し上がっていただいたり、はい、あとは、八つ橋、まあ大好き京都の名家の八つ橋、はい、そしてお茶のアイスなども、まあ大好き、そうなんです。もう食べるの大好きな私たちはかなりテンション上がってしまいますが、はい、本当ですね、あの和のねお椅子とか傘を用意して、はい、そこで皆さんに着物を着て、はい、座ってゆっくりと召し上がっていただきたいなと。めちゃくちゃいいシチュエーションですよね。しかもお着物で来ていただいた方は、はい、無料でそちらをお楽しみいただけるので、はい、ぜひあの自前のもの、うん、もしくはレンタルのお着物なども使っていただきながら、はい、せっかくなのでこの呉服町の真ん中で和を楽しんでいただきたいなと思います。はい、晴れますように。晴れますようにですね。あとはなんといっても、はい、これジュエリー店なので、はい、ジュエリーも見逃せません、うん、はい、和のジュエリー、まあ、和風のジュエリーや、はい、あとは着物に合うジュエリーも、はい、展開していく予定でございます、ちなみにどんな感じの小物なんですか。はい、お着物ですとやっぱりこう髪のセットをする関節とか、はい、まあ、櫛とか、うん、それがこうパールがついてるものがあったりとか、あ、かわいい、あとは、はい、あの帯留めというものですね、うん、帯留めやバッグとか、うん、まあ、お履物の方もご用意したりしたいなと思っています、うん、じゃあ本当にこう小物を探している方も、はい、楽しんでいただけるような感じになりますね。そうなんです、うん、その試みとして、はい、ぜひあのいろんな店舗のねお客様いらっしゃると思いますが、はい、ぜひもう静岡でも浜松でも何なら本当県外からも、はい、皆様ねお越しいただきたいなと思っておりますので、はい、もうあのごめんなさい、まだね頭の中で、はい、放送段階でちょっと話すと、うん、はい、まあ、あれもこれもってなっちゃうんですけど、ね、盛り盛りですもんね、盛りだくさんです、内容盛りだくさんなので、はい、決まり次第皆様には、はい、
お伝えさせていただきます。はい、じゃあ来月のプレゼント企画ではもうちょっと細かく、そうですね、はい、内容になってそうですね、はい、あ、お日にちだけ伝えときますね。はい、ぜひぜひ。こちらのフェアは6月1日、うん、2日の土日で開催の予定です。はい、はい、皆さん予定だけちょっと開けていてください、はい、ぜひ皆さんお着物でご参加いただける方、はい、ぜひよろしくお願いします。ぜひ楽しみにしていてください。楽しみにしていてください。それではお話を抽選会に戻しまして、はい、今月かなりのご応募の方いらっしゃいまして、はい、はい、そうですね、ありがとうございます。よかった、ゼロじゃなかったです。それは安心しました。よかったです。皆さんの熱いコメントも読ませていただきました。はい、拝見いたしました。では今回の応募条件をおさらいをお願いします。はい、まず一つ目は今週末に開催されるこちらファーストダイヤモンド静岡彫金工房で行われるラボグローンダイヤモンドフェアにご参加いただける方、うん、はい、そしてもう一つ目はこのラボグローンダイヤモンドでネックレスかリングに加工していただける方、はい、こちらが今回の応募条件でした。はい、1名ですよ今回。そうなんです、ね、いつも3回ぐらい売れてますけど、はい、今回1回限りなのでちょっとプレッシャー、そうですね、すごいドキドキします。私も豪華なプレゼントをこう渡しする方になるわけですから。そうです、はい、ということでルーレット、じゃあ原店長にお願いしたいと思います。じゃあ責任を持って、はい、はい、やらせていただきます。よろしくお願いします、はい、ルーレットスタート。21日のいずれかでご予約をいただければと思います。はい、ぜひ今回ご応募してくださった方でもそうですね、フェアにぜひ遊びに来ていただきたいので、はい、たくさんの、ジュエリーに触れてなかなか見られない本当にラボグローンダイヤモンドの世界を堪能していただきたいと思います。はい、はい、またチョコレートとかもね。そうなんですよ、はい、このフェアから特別なまたコーヒーマシーンを導入したという噂がございます。はい、そうですね、聞きましたね、はい、ちょっと見えてるかもしれないんですけど、目を引いて飲めるというコーヒーも召し上がれますので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。